どうもみなさん、こんにちは。B レジェンドのダンです。ついに、原料5週目に入りました。朝ごはんはもう変わらずにオートミールを食べています。昼食に食べたのはご飯1合、そして鶏胸肉と玉ねぎ、えのき、ほうれん草を炒めたものを乗せて、きゅうりのキムチを乗せて食べています。こちら味付けは塩コショウのみです。続いてはですね、ちょこっとストロベリーを飲んで、 最後の食事では赤から鍋の素を使った煮込みうどんを食べていました。はい、ということで本日も終わりました。本日はトレーニングはオフということで、食事は今乗っけたような内容になります。明日はですね、撮影ということで一日外に出るので、お昼ご飯はまたすき家のそぼろ丼もしくはマグロの叩たたき丼になるかなって感じです。で、あとはトレーニングもちょっとね、復活していかないとダメかなっていうふうにも思うので、まあ痛みと戦いながらうまいことトレーニングをやっていけたらと思っています。 はい、5週目、2日目も、またまたオートミール。もうね、オートミール飽きてきました。そしてですね、昼ご飯にですね、好き屋のご飯を食べるっていう風に言っていたんですけれども、撮影のジムの近くにですね、なんと素晴らしい魚の定食屋さんがあるではないかということでですね、こちらでお昼を食べました。ホッケ一尾ですね。大満足の一品でした。ここからですね、僕はお魚にハマることになります。そして、またまたちょこっとストロベリーを飲んでトレーニングを行いました。 はい。ということで、本日はですね、撮影の後、後ろにちょっと力さんが映ってると思うんですけども、背中のトレーニングをワイズフィットネスのジムでやらせていただきました。 やっぱりですね、背中は僕も大好きなんですよ。ワイズフィットネスのね、背中のマシーンめちゃめちゃいいんで、大阪に住んでる方はぜひワイズフィットネスでトレーニングしてみてください。背中めちゃくちゃいいです。でね、今やってる種目なんですけども、もう大円筋のみを狙っているので、できる限り肩甲骨をね、内転させないように外転させたまま、肩甲骨を開いたまま行うようにしてます。まあちょっとずつ閉じちゃったりはしてるんですけども、できればこの大円筋と言われる外の広がりをね、背中の広がりを見せる筋肉をターゲットにやっています。 続いてはですね、ストレートバーを使ってラットプロをやっていきました。最近はですね、普段自分がやってるアウンズジムではですね、マシーンを使うことが多いので、ストレートバーでやるのってめちゃくちゃ久しぶりなんですね。やっぱりやっぱ久しぶりにやって思うんですけど、いいですね、ストレートバー。僕はストレートバーが大好きです。でもですね、基本的には収縮をイメージしてやってるので、ストレッチはあんまりかけずに、 ストレッチがかかる手前でお尻を浮かせてガッと引いていくような感じで常に背中、後背筋にストレスを感じさせているトレーニングのやり方になります。癖強いですよ。ラットプルって座っとくはずなんですけどね。僕は浮きます。続いてはですね、アイソラテラルラットプルみたいなのが名前のね、プレートローディングマシンなんですけど、これはよくハンマーストレングスのマシンを置いてるとこやったらあるんですけど、まあ、僕はここ以外で見たことあるのは ゴールドジムになりますかね。他のジムであんま見たことないこのマシンなんですけども、これがね、めちゃくちゃいいんですよ。フィジークのポージングのバックポーズを取る時の背中の力の入れ方にすっごい似てて、まあ、下背部をしっかりとターゲットにしたトレーニングになるんですけど、これをひたすらにやり続ければ、背中のクリスマスツリーと言われる素晴らしいあの筋肉が出てくると思っていただいたら大丈夫です。 続いて、もう僕、ここの大好きなマシンですね。ローイングのマシンです。これ名前なんていうか忘れたんですけど、このローイングのマシンがめちゃくちゃ良くてですね、えっと、今日はですね、これ普段は下背部を狙うんですけど、さっき下背部狙っていったんで、背中のね、チューブあたりを狙っています。上背部、下背部って言って、中背部なんか存在しないんですけど、僕はこれを中背部と呼んでおります。まあ、上背部よりのチューブあたりっていうイメージですね。 僧帽筋チューブっていう感じにはなると思うんですけども、ここをしっかりとやっています。理由としては厚みをつけたいからです。そして最後の食事はトレーニング後にカロリーが足りなかったということでですね、夜なんですけども、すき家のマグロたたき丼の特盛りを食べております。大満足です。帰ってまいりました。本日はですね、力さんの撮影を行わせていただきました。またですね、動画のアップは YouTube お楽しみにお待ちください。本日はですね、一食目。 二食目と食べて。で、三食目なんですけど、プロテイン一杯だけで羊羹食べるの忘れて。その後、すき家で、マグロのたたき丼の写真を載せてるんですけど、マグロのたたき丼、特盛りで食べてます。カロリーが足りなかったんで、夜ご飯に多めに食べて、それでもカロリーいつもより低いんじゃないですかね。まあそういった感じで、ちょっと今日は調整をしました。今日の撮影で思いました。僕、トレーニング下手くそやったんですね。なんか、チャンピオンを見て思いますね、やっぱり。あ、トレーニングまだまだできるなと。 まだまだ僕は突き進めてないからこの体やねんなっていうのを感じれてるんで、まあ逆にね、成長できる一つのきっかけっていうことで、まだまだ成長できるんやなっていう実感もしたんで、まあこれからちょっと頑張ってね、動画を見てもらったらわかるんですけど、僕の肩トレの右の肩トレがめちゃ下手くそなんですよ。動き見てもらったらわかると思うんですけど、これをちょっとね、ちゃんと使えるようになってきたらもっと見た目変わるんじゃないかなと思うんで、これからちょっとトレーニングもしっかりと意識しながら頑張っていきたいと思います。 ダーサのオートミール、シナモンを久しぶりにかけましたね。そして続いてはですね、鶏もも肉を使った鷹の爪を使って、醤油、みりんなどで炒めたピリ辛炒めにしています。 トレーニング前のプロテイン、スニッカーズ、ブラック、そして羊羹、こちらをいただいてトレーニングに行きました。本日やっていくトレーニングは肩のトレーニングになります。皆さんこれね、もう癖が強く見えてくると思うんですけども、こちらはですね、チカラさんとゴートリをした際に、僕はもうフロントのプレスとかは別にしなくていいから、サイドリアミドルをもっと力入れろっていうことだったんで、リアミドルあたり、チューブあたりを狙ったプレスになっています。 だからね、あんまり、その、可動域とか取ってなくてですね、あと顔が前に倒れているだったりとか、基本的に胸を張っていないとか、フォルダープレスする時のフォームと真逆になってるやんっていうところなんですけど、僕がどこ聞いてんねんで、バックプレスみたいなことをしたことがあるんですね。バックショルダープレスみたいな。まあ、あんな感じのイメージで、フロントを向かってやってるって感じです。やっぱりね、これね、重いんですよ。軽いでしょ重量ついてる重量。めっちゃ重いんですよ。 で、この重さを僕はいつもドロップして、さらに追い込むようにやっています。もうね、減量中は僕有酸素したくないんで、トレーニングがもう有酸素みたいな感じなんですよ。だから回数がですね、普段の倍以上やっておりまして、その分ドロップに力を入れているっていうような感じです。やっぱりこれをすることによって、おととしはサイズが落ちなかったっていうところと、仕上がった時のコンディションっていうのがすごく良かったですね。なんか皮膚が。 張り付く感覚というか水っぽさがなくなったなちょっとマシになったなって思ったのはこういうドロップをやりまくった結果っていうのを実感しているのでこういったドロップを組んでいますそして続いてやるのはアップライトローですケーブルアップライトローですねもうこのアップライトローがねやり始めてから僕はバーベルのアップライトローがどうも 効きが悪いというかね、重いものを分回す分にはいいかもしんないんですけど、しっかりと三角筋に負荷を乗せるっていう面に関しては、ケーブルがやっぱすごい優れてるなっていう風に感じます。で、もう今はもうメインセット。 というか、メイン種目として、この種目は僕は採用しています。もうこれやった後って、地獄のようなキスさなんですよ。顔見てください。この顔面くしゃくしゃに潰しながら。だいたいね、動画撮る時ってみんな顔かっこつけた状態で撮ろうと思うんですけど、僕の顔見ていただいたらわかるように、まず、まず黒いマウスピースが見えて、歯がないように見える顔で、歯茎を見せながら、顔面くしゃくしゃにして、 やってるんですね。そもそも僕ね、トレーニングする時のこのキャップとメガネっていうこのスタイルもうダサすぎますよね。仕方ないんです。もうね、キャップメガネが楽すぎてもう最近コンタクト入れて髪の毛セットっていうのがもう僕無理なんですよね。だから基本的にはもうこういったね、ファッションでもやらせていただいたりはするんですけども、まあ余計かっこよさがなくなっちゃいますね。かっこつけるべきなんやとは思うんですけどね、かっこつけるのがどうもあの写真時以外苦手でですね、普段からかっこつけるようなことはできません。 それが私でございます。ということでですね、めちゃくちゃ話は脱線しているんですけども、このアップライトロードロップ、ダブルドロップということでね、もう頭がおかしくなるんじゃないか、酸欠になるんじゃないかと思いながら、もう嫌々な気持ちでやっております。もうやめたいやめたい。この動いてる時あるじゃないですか。やめたい時はもう大体僕は足バタバタするんですよね。周りから足バタバタしてる、あいつなんやねんと思われるかもしれないですけど、もうこれが僕のスタイルでございます。嫌な時は足をバタバタする。それが僕のスタイルです。 続いてはサイドレイズですね。これもまた後背筋を広げたまま、三角筋の最大収縮と言われる部分を後背筋でストップさせて、ずっと負荷を三角筋に乗せるということで、後背筋がストップさせなければ落ちすぎて三角筋から負荷が抜けてしまうんですよね。ただ後背筋を広げたままできると三角筋にずっと負荷が乗るということで、今練習中なんですけども、 やっぱり僕この動きを見てわかるように、右のサイドレイズすごく下手くそです。多分ね、肩の関節の柔軟性だったり、向きの癖があるんですよね。多分僕の肩なんですけども、左の方がね、ちょっと内旋してるんですよね。右はちょっと外旋してる状態で癖がついてるんで、そのせいもあって、だいぶやりにくいなーっていう風には感じます。ただだいぶ徐々に徐々に慣れてきて、 背中を広げたままサイドレイズはできるようになってきたんじゃないかと思います。これをやることで僕が感じるメリットとしては、ポージングを取った時に肩に力を入れてもなお後背筋を広げたままで折れるっていうね、ポージングにもすごい生きるんじゃないかって思う素晴らしい種目です。これを生み出したのも、いぶき力選手になります。僕の教科書です。 はい、ということでご飯は、最後のご飯は赤から鍋の素を使って、また煮込みうどん、そして残ったスープを使って、雑炊を作って、本日の食事は終了しました。朝食に入るんですけども、こちらまたオートミール。そして、YouTube ライブで激うまチョコを乾杯して飲みました。その後に僕はいつも通りのカレーを持っていって、ご飯1合とともに平らげました。5周目 の体になります、まあ、絞れてきたかかどうかは微妙ならい,いんですね体重自体はまだ全然変わってないですけどジムでは絞れてきたんちゃうっていうの言われるんで絞れたことを信じながらやっておりますだから体重見ないですよね普段あの若干体重見た瞬間に押してへんやっていう気持ちになるのがちょっと嫌なんで。 今はこんな感じなんですけど、徐々に徐々に体を変えていきますので、ぜひ皆さん、これからの変化を楽しみにしてください。4食目はこちら、キャラメルコーヒーのプロテインを飲んでおります。美味しいんですよ、これ。そして、夜ご飯ですね。またまた大好きすき家で、そぼろ丼を食べましたね。こちらはまた、大盛りを食べています。最近ハマってますね、そぼろ丼。美味しい。 オートミールからスタートしてまた塩コショウ炒めとキムチを米1合の上に乗せて食べていますその後マルチビタミンとムキムキウイ風味を飲みましたそしてですね夜はですね予定があったので夜終わった後にですね急遽焼肉に行くことになりましたのでプチチートミールということでまた僕の大好きな焼肉屋さんに来ております 味まるといいいううう焼肉屋ささんんなんでですすすすけどもも僕ののの一番のおすすめははユユッケですここのユッケケここ本当ににまいぜひ食べに来てみてみください今ですね、プロテインを飲むタイミングなんですけど、ムキムキウイなんですけど、昨日、取るの忘れてたんで、ちょっと昨日のことをですね、ちょっと話せたらなっていうふうに思います。まあ昨日はですね、胸のトレーニングを行ったんですけど、めちゃくちゃいい筋肉痛きてます。特殊筋か腹直筋かわかんないですけど、痛めてから、あんま腹圧をかけれなくなった分、 代償動作が少なくなったんでしょうね。胸のみで稼働しようと無意識にしているから、なんかやってる途中は押し切れへんかったからこそ、なんか、うわーっていう気持ちで終わるんですけど、次の日になって激痛きてるんで、あ、聞いてたんやな。 っていうのが今ちょっと強いなと思います。まぁ、あ、だいぶ、体は絞れてきたようにも見えるんですけど、体重が未だにね、ずっと79キロとかなんで、一切変わっていないという、80から78に落ち79になり、ずっと79なんで、これで体重はキープしてるけど、脂肪が落ちてるやったらめちゃくちゃベストなんですけど、まぁここからちょっとずつ腹筋が見えてくるか見えてこないかでだいぶ変わってはくると思うんで、ちょっと様子も見ながら、ね、まだ6ヶ月あるんで、 あと2月の間もちょっと様子を見ながら今のカロリーでやっていってもうあまりにも無理やと思ったらちょっと落としていこうかなっていうふうに思っています。朝ごはんのオートミール汚くてごめんなさい。もう混ぜてしまってからの写真になったんでちょっと見栄えがよろしくはないんですがこちらが僕の朝ごはんになります。そして2食目はですね、またまたすき家のそぼろ丼を大盛り食べております。もうね、美味しいんですよ。すきヤさんありがとうございます。ということでトレーニングやっていきましょう。今日は友人に お土産でもらったね、タンクトップを着ながら、かっこいいですよね。この色。この色のタンクトップなんか、まあ着てる人見ないんで、もう僕、よっしゃ、俺だけや、この服着てんのは、と思いながらちょっと楽しんでやってるんですけども、こちらまた肩トレになります。見ていただいたらわかります。重量見てください。この軽い重量。この軽い重量でもなお、めちゃくちゃきつくてなんか、10回もできないんですよ。これほんと革命で、今まで聞いたことのないようなところにしっかりと聞かせれる。ただ、姿勢を崩すと一気にフロントに逃げてしまうっていうところから、本当に体感 がないとできない種目にはなりますでまた肩の柔軟性がないと痛める可能性もあったりするので注意してほしい種目です続いてはですねまたまたあのサイドレイズですね後背筋を広げて可動域を固定しながら行うサイドレイズ徐々に徐々に慣れてきてですねこの日のトレーニングで僕の中の感覚がすごい研ぎ澄まされてですねこのサイドレイズちょうど サイドに乗るようになってきました。いつもやってたサイドレイズっていうのが、サイドなんですけど、ちょっと後部あたりのサイドにアプローチをしちゃってたんですけど、しっかりとサイド。もうこんなにチューブ効かせれることないわってぐらいチューブに入ってます。もうこの種目をやり始めてから、型がすごい感覚変わってきたなーっていうのと、見た目も変わってきたんじゃないかなって思うんで、もう今はもう鬼のリピートでやっております。他の種目は人が多くて取れてなかったので、今回はこの2種目の紹介のみになります。そして、 トレーニング終わった後、家に帰ってから、カロリーハーフのジャワカレーを使ったカレー煮込みうどんを食べてから、残ったカレーを使って、増水をしました。続いて、また朝の食事なんですけども、この日はですね、キムチでご飯を食べたいなーっていうことで,でですね、まず、プロテインと残ってたバナナ一本を食べました。そして、この成城石井で買ってきたね、キムチ。美味しいかどうかわからなかったんですけどね、美味しかったです。はい、ということで、この、 キムチとともにご飯を 200g ほど食べています。バナナ食べてるからね。美味しかった。そして、またまたこちらですね、撮影の日に見つけた焼き魚の定食のお店がですね、僕の行きつけのお店になってしまいまして、合取りをするときはいつもこちらにお世話になるようになりました。今回はですね、サンマ1尾食べています。これうまいね。はい、ということでまたこちらですね、ワイズフィットネスでは僕の大好きな背中のトレーニングを行っていきます。本当にね、 背中のマシンに特化してて僕も大好きなんですよ、ここのマシン。ここのマシン意識僕の行ってるジムに置いてほしいぐらいここのマシン大好きで。もうここと言えば僕の中では背中がすごくいいジムかなっていう風に感じてます。もうストレートバーでね、しっかりとラットプルから入って、こちらですね、またゴートレという形でやっております。いやー、このゴートレをやるときっていつも思うんですけど、やっぱすごいいいですね。効きますわ。ゴートレをするっていうのはですね、 客観的に誰かに見られてるという意識があるんで、そこをちょっとね、自分の中で普段雑になるフォームっていうのがめちゃくちゃ綺麗になるんですよ。 おかげさまでいつもの回数や、やるともう地獄のようなきつさになるんですけど、これがまたゴートレのいいとこかなっていう風に感じます。で、続いてはですね、僕、ちょっとね、副射筋をね、肉離れさせてしまっているので、あんまりそのワンハンドローを体感使えないということで、こちらのマシン、なんと胸に当てるパッドがありますので、体感をできる限り使わずにね、ワンハンドローができるという素晴らしいマシンですよね。こちら、あの、中ハイブとかで紹介してたマシンと同じなんですけど、それを片手で行っています。めちゃくちゃ効いた。こんな 効くんやこれと思ってちょっとここに来る時のワンハンドローはもうこれ採用していこうかなと思ってますいやもう見た目からしたらね動きゆっくりやから大体わかるかなと思うんですけどこの地味なトレーニングがですねまたまためちゃくちゃいいんですよ皆さんぜひぜひやってくださいこの地味なトレーニングがやっぱり人間を育てるなっていう風に感じてますでですね背中のトレーニング終わった後にですね リアを行いました。他にもめちゃくちゃいろいろ種目やったんですけど、人が多かったので、背中はあの2種目の紹介です。で、こちらはですね、リアデルトでリアを狙っています。で、この時ですね、リアのトレーニングなんですけど、今までは肩甲骨をぐーっと動かしながら、背中が内による内転しながらでも、しっかりと後ろまで引いてたんですけど、それって、リアから抜けてるよねっていうところから、伊ぶキチか選手との撮影の時にですね、リアを狙いたいんやったら、ここで止め、 って言われたたところでで止めめんですよめっちゃ効くやっぱりその辺感覚で感じてはるんやとは思うんですけどもうドンピシャなんですよねだからできる限り肩よりも後ろに肘が下がらないように肘が肩より後ろに行かないところでストップするっていう意識でやってるとめちゃくちゃ効きました でですね、また帰ってからご褒美ですね。赤から鍋の素を使って煮込みうどんを食べました。なんとですね、2日間喋る動画を撮ってなかったというね、忘れていましたね。おとといは夜ご飯は焼肉をまた食べに行ってきました。で、昨日ちょっとね、体重をジムで測ったんですけど、焼肉の次の日にまさかの体重が78。 今までたななぜっていうところもあるんですけどやっぱり代謝が落ちてるとか関係なくシンプルに脂肪は落ちていってるけど食事を戻したことによってちょっとずつ体がいい感じになってるんじゃないかなっていうふうには思います。 昨日はちょっと予定とかもいろいろバタバタしていて、あんまり食事もね、取れてなかったんちゃうかなと思います。カロリーはちょっと少なくなってると思います。で、今日もカツカツで動いてたんで3食になっています。だからカロリーが全然足りてないんで、夜ご飯いつも鍋はご飯を 100g で雑炊にするんですけど、今日は 200g を雑炊にしましたう。どんの後に。で、まだそれでもちょっとカロリー低いなーっていうこともあるんで、お風呂から出てからプロテイン補助的に飲んで、ノンカフェインの なんか、コーヒーみたいなやつを買ったんですけど、全然美味しくなくて、それ。それに蜂蜜入れてシナモン入れて、ちょっとカロリーだけ取ろっかなーっていう感じではあります。もうこれで5週目が終わりましたね。体もいい感じにはなってきてるなーっていうふうに思うんですけども、ここからしっかりとまたさらに仕上げていきたいと思いますので、2月の変化もお楽しみに。